殺し合ってる。おそらくこの音が原因です。耐性がない人はすぐに洗脳されて殺し合いを起こさせるようになってます。広範囲のためか効力は薄いため、私たちみたいな力がある人は無事ですが、それでも長く当たっていると徐々にやられる。急がないと。はっちゃん、さっきの空間支配でスピーカーの位置を把握できる。そうか、スピーカーから音が出てるならスピーカーを壊せばいいのか。ごめんなさい、私まだこの能力慣れてなくて、そこまで細かく指定されたものだけを判別するのは。ごめん、私も次元支配でスピーカーだけ別次元に移せたらいいんだけど、無機物の判別は私でも厳しい。俺も今使える法則はない。結果は、私も同じよ。原子支配なんてまともに使ったことないからわからないわ。なら各自分散してスピーカーを壊すしかないですね。そうだな、みんな音が出ているスピーカーをどんどん壊せ。これ以上死傷が出せるな。わかった。止まれー、内臓内心版壊れろ。敵のスピーカーもアウトですね。壊しても壊しても全然小さくならない。吐く、スマホからも音が鳴ってる。もしかして音が出るもの全部ってこと？聞いたことある、周波数だよ。確か珍しい例だとガードレールとかにも反響して音が出るとか聞いたことあるよ。そうじゃなくても、イヤホン、ヘッドホン、家庭用スピーカーとか数えたらキリがないよ。おそらくテレビもダメだね。これはもう現状を叩くしかないよ。ダメだ、端末機器とか細かいスピーカーからも音が出てる。これじゃあ町内のスピーカーを壊しても無駄だ。現状を倒すしかない。だけど情報が。そこにいるのはパト。結果ねー、無事だったんだね。ここで何してるの？みんなで分散してスピーカーを壊しているんだ。ラウダーの超音波ゼロはスピーカーを壊しても無駄だよ。あれは音もそうだけど、人の耳の鼓膜をスピーカー代わりに超音波を放ってるから物を壊しても意味がないの。結果ねー、犯人わかってるの。これは以前起きたテロ同様、ラウダーの超音波テロと一緒だからね。ラウダーの超音波テロ。この騒動の元凶の名はラウダー。パトたちが冥界に行っている間にこの町に2人組で襲撃してきて、片方は私が、もう片方、ロカがラウダーと戦って始末した。間違いなく始末したの。相手の左目から頭をしっかり貫いていたわ。即死よ、間違いなく。謎だな、とりあえずそのラウダーを探そう。結果ねー、光で俺と一緒に街を見て回ろう。ダメなのよ。はぁ、この通り、超音波のおかげで光がうまくまとまらないの。いつもいつも肝心な時に使えないわね。結果ねー、仕方ないよ、俺と一緒に動こう。光がうまく使えないなら結果ねーも危ない、俺が守るから。わかった、行こう。よし、とりあえず結果ねー、そのラウダーが死んでた場所まで案内してくれないか。わかったわ。ひどい、たった数分で元通りになった街が。まだマシよ、前回のテロはこれに加えて悪魔が大量に飛び回ってたり徘徊してたんだから。私が始末した相手なんだけど、確かダンテっていう悪魔術師だったわ。そっちは復活してないのに、ラウダーの方だけ復活した。ダンテは私殺してないの、悪魔召喚の穴の中に突き落としただけ。ラケット言っても出てこないように光線を20連発くらい打ったけど。結果ねーの、それは多分死んでる。ひどい、あそこで人が人を襲ってる。ひどい、こんなことが現実で起きていいのかよ。でもこれは世界中で起きた。今世界はめちゃくちゃよ。見えたわ。結構離れまで来たね。やっぱりないわ。あれから数日、とりあえず街中で亡くなった人は集めたんだけど、離れまではまだ手が全く回ってないの。だから本来、死体はそのまま残っているはずなんだけど。何もないと？ということは間違いなくそのラウダーという男が元凶で間違いないね。何らかの方法で蘇って再度テロを起こしてる。けど、一体どこにいるんだ？私の鉱脈がしっかり働けばすぐに見つけれるのに。そうか、ハクとカナなら。結果ねー、今からカナとハクのところに行こう。どうするの？町を戻した時と同じことをしてもらうんだ。囲まれた。無傷で気を失わせるの難しいんだよね。どうしよう、このまま闇雲に探しても拉致が開かないよ。何か方法があれば。いた、かな、吐く。あるし、スピーカーを壊しても意味が。わかってる、結果から聞いた。これは直接耳の鼓膜にも狙っているから意味がないらしい。そうか、耳もそうなんだ、盲点だった。それでかな、次元支配でもう一度町中の人を別次元に避難させろ。別次元世界ならこの超音波は届かない。今やるとメリアや東亜、霊下も巻き込むよ。
問題ない。むしろそっち側にテロリストがいたら3人で倒してもらう。でも多分テロリストはここから離れてる。わざわざ一番危ないところに根城を作らないでしょう。そうだね。だとしたらこの町の離れだと想定できるね。でもこれは俺の予想、外れるかもしれない。そして白はこの音の発生源を空間支配で観測して。時を戻して廃墟に戻さないの。それをすれば、敵が察知して逃げてしまう。どうせ建物の中に隠れてるならその中で逃げられないようにしていた方がいい。確かにそうね。荒野に出たら、どうにでも逃げられてしまうからね。だからこっちからサーチをかけて、逆に追い込む。私はどうすればいい？石化がこっちに残るから石化とカナと一緒に街中を全力で破壊してほしい。これは敵のこれ以上の超音波攻撃防止、俺とハグの気配を隠すカモフラージュをやってほしいんだ。なるほど、遠慮なくやればいいのね。ああ、でも離れはダメだ。あくまで街中限定だ。わかったわ。カナの次元支配を執行後、ハグはサーチをかけて作戦実行だ。はい。荒れている人もいるし、今回は容量の大きい次元世界を作ろう。次元世界、また世界。完了、これで街中にいた人全員移したよ。よし、ハク、そのまま慌てずにゆっくりサーチをかけてみて。はい、わかりました。超音波で空間が歪んで見える。結果面でも苦戦しているんだ。ハクでも難しいだろう。でもどうにかして敵のありかを突き止めないとこのテロは収まらない。頑張ってくれ、ハク。対象が減った？結構無理に広範囲に放ってるからな。対象が物か人間か判別できないのが欠点だな。この建物の外はセンスのない騒音の世界。俺の奏でる音にクズどもは騒音を撒き散らす。ネガティブハーモニクス。人の負の感情を全てさらけ出す負の波長。さあ、まだまだ地獄は終わらせないぜ。対象が減ったならこっちも対象を削って威力を上げよう。お前らが対象を削れば削るほど、俺は楽になり、威力が高まるぜ。さあ、もっと壊せ。この世の不必要なものを全て。5分経過。やっぱり難しいか。あれ、なんだろう、ここからやけにまだまだしい気配を感じる。ここは離れの境界だったよね。中はすごく綺麗。だけど、なんだろう、まだまだしいオーラが濃い。クズどもを抹殺してやる。き、どうした、ハク。見つけた。本当か、どこにいるの？ここから20キロ離れてる町外れの境界。よし、それじゃあハク、俺と一緒にそこに行くぞ。はい。何これ、頭が。対象物が減ったから威力を高めたのか。時間がない、今ここにいるメンバーで急いで問題を解決しましょう。結果ね、かな、早速頼む、結果にも。ハク、急いでそこの境界に行くぞ。このままだと能力者でも危ない。特にカナが気を失ったらアウトだ。はい、行きましょう。いきなり静かになったわね。まったく、メンバー候補を探してた時にまさかラウダーのテロに遭遇するなんてね。でもこの世界には違和感があるわね。能力で作られたものかしら。さっき私に襲ってきたクズはここにいる。なるほど。人をラウダーの超音波攻撃から隔離したのね。バカね。普通逆でしょ。ラウダーを別世界に移せば、もっと楽でしょうに。おそらく対抗している方も超音波で冷静さがなくなってるのね。私も組織から面倒ごとを起こすなって言われてるし、今はこのまま騒動に紛れて、被害者として身を沈めるとしましょう。まったく、メンバーの失態をなんで私が。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。